はい、皆さんこんにちは。ワンダルゲルビチです。では今回は、ゲレンデバーアクシズの脅威 V、連邦軍編続きをプレイしていきたいと思います。なんとか前回北京攻略できましたので、次の目標になるのがハワイというところありますので、今回はまず日本に進攻していきます。早速時間を進めていきましょう。宇宙ルナ2はもう疾患を免れることができなそうですね。で、制圧済みのインドネシア、インド、中国、このあたりでも、ジョン軍の奪還作戦が始まっているので、これの撃退戦もかなり苦しそうですね。一刻も早く、ジムですね。これの量産体制を整えていきたいと思います。ではまずは、早速ですが、日本へと侵入しましたので、このまま部隊全部進めていきましょう。肝になるのはやっぱりヤザンのガンキャノンというところになると思いますので、ヤザンのガンキャノンでね、敵6ユニットですかね、配置されているようなので、これを撃退していきましょう。6ユニットだともしかしたら撤退してくれるかもしれないので、その場合はですね、そのままこの日本を取って、ハワイへとなだれ込んでいくという流れを作っていきます。話変わりますけど、皆さんもうワクチン打たれましたかね？僕はですね、いわゆる職域接種というやつで、モデルナのワクチンを先日2回目まで打ったんですけど、2回目のいわゆる副作用というやつがかなりきつくてですね、具体的には発熱、それもなんか微熱とかじゃなくて、39度、前後まで熱が上がって、ちょっとしんどかったなっていうのと、熱がやっぱり出た分ですね、関節痛、あとは悪寒とか、倦怠感っていうやつですね、だるいっていうやつです。あとは咳なんかもずっと出たりしてですね、かなり苦しかったんで、今だと、ブースター接種なんていう言い方されてますけど、3回目の接種も必要なんじゃないかと言われているので、3回目となると、副作用がさらに、強く出る可能性もあると思うので、ちょっとね、心配だなぁなんて思ってるんですけど、本当に個人差があるようなんですけど、比較的若い人の方がですね、副作用が強く出る傾向が、見て取れるっていうことみたいですね。僕はもう決して若くない30代後半なので、それでもこれだけ、強く副作用が出てしまったので、3回目がちょっと心配です。皆さんもね、ワクチン接種される際は、特に次の日の予定なんかは十分に調整されておいた方がいいのかな、なんてちょっと思いました。さあ、ハワイの方なんですけども、どうでしょう？敵は、大部分は撤収していきましたね。残っているのが、生贄になった、この、ザク、一機というところなので、このザクをじゃあ、倒していきましょう。はい。日本攻略完了できました。この後、この勢いのまま、ハワイに突入していきたいと思います。我が軍の勝利です。報告します。サイドセブンの研究施設から回収した。ここはイベントです。内容を確認しておきたいと思います。V 作戦の研究結果をフィードバックすることで、我が軍の軍事技術が向上します。はい。これは歓迎ですね。では先にハワイ攻略作戦というこれを受け入れましょう。ハワイ攻略作戦を開始する。目標は太平洋中央部ハワイ諸島。諸君らの検討に期待する。はい、あとはですね、開発関係入れます。新兵器の開発入れましょう。陸戦用ジムですね。これはもう倍額投資してでも早く戦線に投入したいユニットですね。ではまずはこの陸戦ガンダム、今ニュージーランドにいるんですけど、これ誰か乗せましょう。バニング隊がいるな。バニング隊乗せます。で、あとですね、待ちに待ったプロトガンダム。これに白をアマダ乗せてますね。あとはせっかくなのでガンタンク、まあ、陸戦用のガンタンクですけど、これにニッケルあたりを乗せましょう。これで、しっかりと、ハワイ攻略作戦にね、参加してもらえればなというところですね。ニュージーランドからハワイに行きます。あとは、まあ、ガンキャノンは残しといてもいいかな。そうですね。ガンキャノンはこの後北京に敵部隊がやってくると思うので、まあ、ヤザンには北京残ってもらって、まあ、そこで、なんとか、北京を支えてもらう、その役割を担ってもらいましょう。では、ハワイ攻略作戦です。敵のユニット数21ですね。もうこちらはガンダム、ガンキャノン、あとは、バーニング隊に乗ってもらった陸戦ガンダムですね。このあたりうまく活用していきたいと思います。いや、本当にね、ここまで苦しい戦い続いてますからね。まあ、なんとか、このハワイは、まあ、1ターンではね、ちょっと難しいのかなと思うんですけど、まあ、2ターン、での攻略っていうのを目標にちょっと頑張っていきましょうか。今ガンキャノンいたぞ。いや、しまった。ヤザンのガンキャノンは普通にこっちに来てる。まあ来ているならまあ来ているでもうこのまま突貫をかけていきましょう。まあその分ハワイが確実に落とせると。いうことになると思いますので、まあちょっと北京の防衛がね、心配な状況にはなりますので、まあ、できるだけ早く北京に取って返すようなことをしていければいいかなと思います。難易度がノーマルなんですけど、まあそれにしては、まあなかなかハードなプレイフィールだなというのを今感じてるんですけど、なんとかここは乗り切っていきたいところですね。さあ、では各部隊ですね、発進していきます。将来的にはヤザン、まあしかもできるだけ近い将来ですね。近い将来ヤザンには、ガンダムへの乗り換えをしてもらいましょうか。まあガンキャノンに乗ってもらってますけど、やっぱりヤザンはね、格闘が強いユニットになってますので、まあ、その格闘を生かすという意味においてもですね、まあ、やっぱりヤザンはガンダムに乗ってもらいたいですよね。ここはヤザンです。ガンキャノンで、ザクキャノンに攻撃です。ここはできれば一撃死させてほしいところですけどね。まあ、ヤザンのガンキャノンでどこまでいけるか。2ユニット破壊ですね。そして、白アマダのガンダム。プロトガンダムです。今度は水中戦こなしてもいいかもしれないですね。プロトガンダムに関しては水中戦こなせますからね。で、バーニング隊の陸戦ガンダム。敵ですけど、これグフが出てますね、もう。こっちの方が少しばかり実力が上だったようだな。この後、バーニング隊は、ハワイ本島の方へと転戦移動してもらいましょう。悲しいけど、これって戦争なのよね。スレッガーさんです。撃破してくれました。これデザートザク相手ですね。続いて、ザクキャノンですが、これも61式戦車3スタックで撃破可能です。ここがね、2スタックになってるんですけども、ヤザンのガンキャノンが支援攻撃に入ってますね。ちょっと完全撃破はできませんでしたが、1ユニット撃破できています。ここは土台に乗っているザクです。ここはね、土台に乗ってるので戦闘機の攻撃が通るっていうのが、かえってこちらにとっては有利ですね。来るなら来てみろ。中心が焼けるまで撃ち続けてやる。ここはプロトガンダム。ちょっとダメージが入りきりませんでしたね。そして、バーニング隊。今ここが一番安定してるかな。あらかた敵のユニット片付けましたけど、ちょっと残存しちゃった形ですかね。できればこの1ターンキル、1ターンでハワイ取りたかったんですけど、残念ながら少し残ってしまいました。残り1ターンでどこまで削れるかですね。戦闘を中断します。はい、残り2ユニット敵残ってます。報告します。偵察部隊によると、ハワイ攻略作戦途中ですがイベント入りましたので確認していきましょう。進路の変更を余儀なくされ、北米に降下したようです。アニメ版原作版にあるシャアの追撃ですね。これによってホワイトベースがもともとジャブローに降下する予定だったものが北米へと変わってしまったと、そのシーンですね。自力でこの危機を切り抜けることができるかもしれません。私を行かせてください。チルドさんを派遣しておきましょう。ありがとうございます。補給部隊を編成し、ホワイトベースの降下ポイントに急行します。開発部より新兵器の開発が終了したと報告がありました。開発部の報告をご覧になりますか。さあ、待ちに待った陸戦用のジムですね。これ量産していきましょう。本来だったらジムにしたいところなんですけども、もう一つバッドニュースがあって、宇宙、ルナ2、これ疾患してますので、もうしばらく宇宙での戦いはないですね。よって、しばらくの間は地上での戦いがメインになりますので、ここはですね、おとなしくというか、セオリー通りというか、生産を陸戦準備にしておきます。臨時資源の徴収もしましょう。了解しました。アライメントが下がってしまいますけども、ここは後々回復させるというのを前提に、ジムの量産を、特に大陸ですね、ここで行っておきましょう。はい。では、ハワイ攻略に戻ってきましたので、このまま残っているユニットを撃破して、このステージクリアというところまで持っていきたいと思います。これが最後の敵ユニットですね。これでハワイの攻略完了です。そしたら、この後は、中国大陸、東南アジア、ここでジオン軍が再び反抗してきてますので、これを叩く作戦を行っていきたいと思います。ハワイ攻略したことによって、北米、カリフォルニアの攻略作戦来てますけども、現状全くそれができるような戦力ありませんので、しばらくの間はですね、ここは、もちろん、北京をしっかり防衛するっていうことと、日本を含めて、東南アジア、北京、中国、このあたりのね、敵部隊、反抗してきているところ、撃退戦を行っていきたいと思います。